千田健一は、日本のフェンシング選手、指導者。同じくフェンシング選手の千田健太は長男。宮城県生まれ、気仙沼市出身。宮城県気仙沼高等学校、中央大学卒業。1980年モスクワゴリンフェンシング、日本代表に選ばれるが、日本のボイコットで出場できなかった。翌年、長男ということ。 また地元に教員として戻りたいとの思いがあって、ロサンゼルス五輪を諦め、25歳の若さで現役引退した。1982年から宮城県カナエが浦高等学校に社会科の教員として赴任、フェンシング部の指導にあたる。指導を始めて3年目には全国制覇を達成。以後、市内の高校で25年間、顧問などを務め、インターハイ団体では、 かなえが、裏高校を5回、転任先の気仙沼高校を1回、優勝に導いた。2004年アテネ大会から3大会連続で、五輪出場した、菅原千恵子、2012年ロンドン、五輪団体銀メダルの千田健太を育てた。また、県内の高校のフェンシング部顧問として活躍する、教え子も少なくない。その後、教頭や校長になっても時間を見つけては、 指導を続けた。公認フェンシングコーチカリキュラム講師、宮城県フェンシング協会理事、気仙沼高校フェンシング部 OB 会会長を歴任。フェンシング .jp、インターハイ優勝記録1952から2012、2019年3月2日閲覧。河北新報、気仙沼から五輪へ、フェンシング指導。2019年3月2日閲覧。 feng-jpn.jp 公認フェンシングコーチカリキュラム2019年3月2日閲覧日本体育協会公認指導員専門科目講習会2019年3月2日閲覧河北新報2008.814引用北京五輪の検討を称える2019年3月2日閲覧中央大学 2012.45ロンドン五輪総括。2019年3月2日閲覧。green-gable.jp。2016年2月11日講演会。p d f 2019年3月2日閲覧。河北新報。菅原千恵子恩師の夢を叶える。2019年3月2日閲覧。読売新聞旅立ちの春。 二千十九年三月二日閲覧。気仙沼高校。旧気仙沼高校遠隔。二千十九年三月二日閲覧。期中20、1九9六インターハイ優勝。佐藤美代子教諭と。二千十九年三月二日閲覧。フェンシング .jp。二千三年インターハイ試合結果。二千十九年三月二日閲覧。宮城県高校総体。 学校対抗優勝校一覧宮城県高校総体女子個人種目別優勝者一覧フェンシング宮城県高校総体男子個人種目別優勝者一覧2019年3月2日閲覧ありがとうございます